飯うまかったぜ。それはよかった。将軍と行動していたそうだな。ああ、あのさ、その新しい傷、これが盾の次は横とか言ったろ、箔がついたって。さらに柄悪くなったよな。何があったか聞いていなかったな。長い話になるぜ。グラディオラスか。俺にかけたんだろう。荒れてるな。テルパに着いたのか。ああ、ダイナーにいる。そうか、急にすまねえ。いや出発の準備はできている。お前の方は心の準備はできてるさ。すぐに行く。来たか。ご注文は？ああ、いいんだ。すまねえな。もう一度聞いておく。本気で牽制に挑むつもりか？今の俺じゃ、帝国の将軍にまるで歯が立たねえ。力がいる。試練を受けたい。聞いているのは本気かどうかだ。回りくどいぜ。だから連絡したんだ。舐めてかかれば死ぬ。剣聖ギルガメッシュがいるのは遺跡の最深部だ。30年前にあの場所が発見されて以来、調査に入って帰還した者は誰一人としていない。危険な場所だ。だがかつてあんたは帰ってきた。ただ一人な。出発だ。仲間たちには何と言ってきたんだ？詳しくは話してねえよ。変に心配されんのも嫌だしな。弱みは見せられんか。試練を受けに来た者へ、ただ力を受け継がせるために。将軍、続いてくれ。面白い。Cut it!
の？ここを降りに。そうだ、あんたが剣聖ギルガメッシュか。試練に何を望む？力を得る、それが望みだ。そうか。即かよ。精神を私に示せるのか。選ばれし王と同じよう生きる者よ。俺は世界が終わろうとしている。王と王の盾は人々の運命を背負うのだ。その資格、その覚悟なき者にはここで消えてもらうが。まだ初っ端だぜ。終わってたまるかよ。ならば進め。死に物狂いで前へ。覚悟はできてんだろう。挑戦は許されたようだな。剣聖か。そう呼ばれるに足る間、大事な時は心しておけ。さて、一休みすっか。この先も気を引き締めていけ。相手は元警護隊だが容赦はないぞ。
厳しい先輩方の試練か。弱い奴を盾とは認めねえってことか。弱ければ命を奪われる。身の程を知らずに試練を受けた愚か者としてだ。当時の俺はどこか弱かったということだ。生かされたってことはどこかは盾として合格したんだろう。今となってはわからん。さて試練再開。周囲には気を配っておけ。分かってる。見事な腕だ。闇と戦うにふさわしい。だが試練を乗り越えられるか。なんだ。試練の間だ。自分一人で超えてみせろ。Cut it!
去れ。うわっ、どうだ、去れ、去れ、受け取るが